今日は僕のトレーニング前の準備運動のルーティン動画を撮ってみたいと思います。はい、先日ライブ配信をした時にそのトレーニングの前に準備運動するっていう話をしたら、それを動画にしてほしいっていうリクエストをいただきましたので、実際ね僕がやってる一連の流れを実演してみたいと思います。はい、僕はいつも、仕事が一通り終わってからトレーニングをするんですね。だいたい午前中から夕方まで、仕事をした後にトレーニングをするってことで、若干こう疲れは、ある状態で始めるんですけど、で一回準備運動を挟むことによって、そこでこう気持ちとかをリセットしてトレーニングに、こう入りやすくするみたいなってことで、体をほぐすことだったり、心の準備をするみたいな、そういうイメージでやっていきます。時間はそんなにかけずに、いつも10分、丁寧にやって15分ぐらいかなっていうところです。まずストレッチポールに縦に寝転がる。でまず手を横に開いて自分の手の重みで胸のストレッチ、ちょっと揺らしたりとかして、で胸はストレッチされて、あと僧帽筋とか菱形筋とかはこうポールにね挟まれて、肩甲骨その間に挟まれて、軽くこうマッサージされるみたいな。気持ちよくない？気持ちいいっちゃ気持ちいいかな。気持ちよさそう。こういう感じで、僕はどうしても左肩の方がまだ可動域が狭くて、だからねこうやるとどうしても左の方が突っ張った感じがするんですけど、で実際行ってもこっちは地面につくけどこっちはつかめってな、っていう左右差はあるんですけど、できる範囲でストレッチをかけます。こんな感じ。そしたら今度は縦に寝転がって手を引っ掛けて、こういう胸のストレッチ、でこれで体をねじると、ここねすごい伸びるから、こういうふうにやったら、次は胸椎の伸展方向にストレッチをかけます。手を重みにしてこう反るようなね力をかけたりとかで、首が疲れてきたら手を添えたりとかして胸を張る方向に、この、今最初にやった胸を開いたりとか、あと胸椎を伸展させるっていう動きは、どのトレーニングにおいても結構ね重要。例えば胸のトレーニングやるときは胸が開きやすくなるし、背中のトレーニングの時はこう胸が開きやすくなることによって背中が収縮しやすくなるってことで、これをやると動きが良くなると感じられます。でこの万歳のストレッチも兼ねたりとかして、これでこの脇のもうねストレッチを振ります。これもどっちも左の方が硬いので、こういう感じにはなるんだけど、ちょっと自分で押したりとかして、はい。でここから徐々にね下にずらしていく。この体重によって、この背骨に沿って走ってる起立筋のマッサージも兼ねてるので、それをね徐々にこう下にずらしていく感じ、軽く揺らしながらゆらゆらとやってって、で腰に来たら、今度はね体を斜めにするのね。そうすると片方の起立筋だけマッサージができるから、それでこういう風にストレッチポールありきの準備運動、ね、そうではあるんだけど、これ1本あるといいよね。そう、かなりねいろいろできる。うちにも昔あったよね。あったけどね、割れちゃったのあれ。そう折れちゃったんだよね。そう使いすぎて。いや、あの子供と遊んでたら、あ、そうなの。ストレッチポールに子供がぶら下がって持ち上げたらパキッていっちゃった。今度は仙骨のあたりを乗っけるのね、そうするとその腰のかなり下の方のマッサージになって、で軽くこう手で押してあげたりすると仙骨の部分がさ、なんていうの、腰椎があって仙骨があって今ポールアップに引っかかってるんだけど、これをグッと押してあげるとこの部分の軽い指圧効果になったりして、であんまりこう気持ちいい状態にしちゃうとリラックスしちゃうから、そうだね、一応トレーニングの前なのでそういう意識じゃなくて筋肉を軽くほぐしてより動かしやすくするっていうイメージでやります、
なんかわかる、今癒されすぎそうな気はしたもん、ね、そういう気分にはならない、いい気持ちになっちゃうね、そうそう、そのならないように、自分の中ではよしやるぞっていう、うん、テンションを高めていくようなイメージでやってます。そしたら次ね、上に座ってこれでね、お尻、大臀筋とかあと梨状筋とかそのあたりをほぐしてます。ここに座骨が、ね、座骨乗っけちゃうと、ね、骨が当たっちゃうから、うんうん、座骨からちょっとずらすみたいな、そうすると気持ちいいよね、梨状筋、うん、気持ちいいというかちょっと痛い、私座骨神経たまに痛い時とかやっぱりその辺刺激するといい、うん、まあ、足取りの前とかこれやるとすごいね、しゃがみやすくなってます。で片方ずつやってって感じで、ある程度ほぐしたら、そしたらね、僕結構普段反り腰、うんうんうん、で結構ここがね、あの立ち仕事してると緊張してきて固まっちゃうから、うんうん、だからあのストレッチポールかかとにかました状態でこうやって丸めるの、うん、で自分でちょっとポール引っ張って、あ、そういうことね、腰を丸める方向に軽くストレッチ、うん、ここでここがすごい伸びるんで、うん、はい、そしたらこういう仕上げでさっきやったところ、うんうん、全体を伸ばしてあげて、はい、とこれでポールを使った準備運動は終了、はい、でこの後インナーマッスルをねエクササイズするんですけど、うん、ゴムチューブとあとここにあるダンベル、うん、1キロと2キロを使います、うん、まず、ゴムチューブを使っては棘上筋のエクササイズをやるんですけど、これやるの鍵盤やったから、そう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 、うん、鍵盤をやってから、まあ、これをリハビリの先生にねやった方がいい、でも気が防止にもなるもんね、そうそうそう、今なってない人もね、うん、なるし、うん、インナーマッスルがしっかり働くようになった方がより肩関節が安定するので、大腰筋とか背中の筋肉にも、ね、より反応は良くなるという効果を感じられるので、うん、最近は必ずやってます、うん、まず棘上筋のエクササイズで、ここにピタッと押し付けてこっちを固定した状態でこうビョンビョンと、うん、でこの時に肩すくめちゃうと棘上筋効かみ効きにくくなっちゃうから、うん、しっかり落とした状態にして、でこのまま手だけ横に開く、うん、あまり上げすぎると三角筋に効いちゃうので30度ぐらいの幅でこういう感じで、うん、だいたい50回ぐらいやるとなんとなくじわっと熱くなってくるので、でそしたら反対で、これもあんまり疲れるまでやっちゃうと、あの実際のトレーニングの時に影響が出ちゃうから、あくまでもこれからアウターマッスル鍛えていくからちゃんと働いてねっていう、うんうん、お願い呼び起こさせるみたいな、そういうイメージで、お願いマッスルですねそうだね、はい、はい、で反対も同じようにペタッとくっつけた状態で肩落としてピョンピョンピョンと、これを、まあ、40〜50回、棘上筋ここに、ね、だるさが感じられるまでやります、はい、そしたら次はこのダンベル1個ずつ用意して、刺激を入れる筋肉は、極下筋と小円筋と肩甲下筋なんですけど、まず1キロで、極下筋と小円筋から、まあ、その2つの筋肉は外旋の動作で収縮する筋肉なんですけど、その外旋をこの位置でやると極下筋だけ働く動きで、それを手を上げた状態でこうやると小円筋にも刺激が入れられるということで、膝を曲げてここに手を置いて、この状態でこういうふうに外旋運動をします。これ浮かしてやっちゃうと三角筋に力が入っちゃって、あのインナーマッスルに刺激できにくいので、手を置いて三角筋を脱力した状態で外旋させます。だから別に膝じゃなくても、なんかね、手を置くところがあれば何でもいいんですけど、でこれをだいたい15回ぐらいやると、この肩甲骨のところにだるさを感じるので、そしたら反対。でちなみにこのインナーマッスルのエクササイズは、あくまでもこう刺激を入れるための運動っていう感じで、インナーマッスルのトレーニングではないんですね、うん、インナーマッスルのトレーニングだったらやっぱ限界までやった方がいいと思うので、その場合は、まあ、このエクササイズだったらこう上がらなくなるまでやります、うん、その場合で大体回数で言うと20回から25回ぐらいかなってところで、
でトレーニングの前は刺激を入れるだけだから、まあ、その7割ぐらいの疲労度でやめるっていう感じです、うん、でこっちの方が手術してるから可動域が狭いので、うん、まあ、ここまでしか上がらないんだけど、なるべく止まったところからもう一絞りするようなイメージで、ただできる回数は同じぐらいなので、まあ、こっちもだいたい15回ぐらいやって、ここにね、だるさを感じたところで終了します。じゃあ次、はい、肩甲下筋。肩甲下筋は内旋動作で、収縮する筋肉なので、その方向にこういうふうに負荷をかけるんですけど、これも腕を浮かした状態で内旋させると大胸筋に力が入っちゃうので、ここはね、肘を壁に当ててやるんですね。まあ、壁は本当どこでもいいんですけど、まあ、今たまたまここに鏡があるので、ここに肘を当てて、こういう体勢になって、90度ぐらい曲げた腕をお腹にこういう感じで当てるイメージで内旋させます。で、この時に肘をしっかりと押し当てて、胸に力が入らないように、どっちかというと三角筋を使って押し当てるようにする。で、この肘を軸にお腹に向かってダンベルを近づけるように内旋させます。で、これももう肩甲下筋手術してるから、どうしてもお腹に届かないんだけど、まあ、なるべく届かせるつもり、うん、で、この最終域をしっかりと収縮させる意識で持っていきます。で、これも大体15回ぐらいやると、この内側、肩の奥の方に、だるさを感じるので、ちょっとそこまではやるようにします。で、実際、インナーマッスルのトレーニングとしてやるときは、まあ、20から25回ぐらい、こう上がらなくなっても少しこう振り上げるようなチーティングも使いつつ、うん、って感じで追い込むようにしてます。で、反対、同じように、肘を壁に当てて、で、内旋させて、ダンベルをお腹に。これは、可動域ちゃんと、ね、うん、正常なので、お腹に当たるんですけど、しっかりとお腹に押し付けるような感じで、肩甲下筋に刺激を入れます。で、この時にグーにして握ると、こう、うん、ちょっとダンベルが高くなっちゃうから、少し反らせて、サムレスグリップで握ってあげると、うん、より深く上げることができる。で、これを大体15回ぐらいやって、まあ、この奥にね、だるさを感じるようになるのでって感じでまあこれでインナーマッスルのエクササイズは終了。あとは、まあ、今使ったインナーマッスルをこう伸ばしてあげるようなイメージで肩周りのストレッチ、うん、上と後ろ、であと前に伸ばす。これをね、こっち方向にちょっと内旋させるように伸ばしてあげると脚下筋が伸びるので、その伸ばし方を2つやって、うん、はい、とこんな感じで準備運動は終了です、はい。まあ、こうやってやると本当もうね、全身が結構温まってくるし、うん、肩周りもしっかりほぐされて力もね出しやすくなります。こんだけやるとね、その気持ちも切り替えられて、本当だ、はい。まあ、ちょっとストレスポール使ったりとかゴムチューブとかね、まあ、道具を使うやり方なので、うん、まあ、できる方できない方いらっしゃるとは思うんですけども、まあ、ぜひまあジム通ってる方だと大抵置いてあるから、ね、あ、そうだね、うん、エンタルもあるよ、うんうんうん、あるし、うん、まあ、自宅でやられてる方もストレッチポールね、もしよかったらね、うん、まあ、他にもいろいろ便利な使い方できますから、ね、1個あると便利だよね。そうだね、うん、あるいは、ああ、それね、いいよね。ストレッチポールたまに誰か使ってる時もあるので、うんうん、その時はこれを使って、硬くない、これちょっと硬いけど、うん、でしょう。でも私もこれ大好き、まあ、ただ今日がやったやり方だったら、うんうん、全然この硬さでも問題なく目的は達成できるので、うん、フォームローラーか、フォームローラー、うん、いろいろやってみてください。興味のある方は、試してみてください。はい、はい、あとこれん、あ、靴、そう、靴
紹介してってなんかどっかでどっかでライブだったっけなんかの時に聞いたよね。で、はい、この靴です。まあ、これ僕いつもトレーニングの時は履いてるんですけど、うん、横向いて。これかっこいいよね。そう、あのこの色とね柄が気に入って買いました。バンズの靴なんだけど、そうメーカーはね、なんか面白いちょっと漢字が入ったりなんかして、漢字は精神って書いてあって、これはね韓国語で、うん、クンギ、へえ、そうなんだ、粘りっていう意味らしくて、なんでわかんの、聞いたの誰かに、そうそう教えてもらった、ほんと。あとこっちがスペイン語でエスピリトゥって書いてあるんだけど、うんうん、まあ、これもね精神スピリットみたいな感じかな、かな、うん、精神っていう意味らしくて、まあ、だから、まあ、とにかく精神なんだな、そのような言葉が混じってる靴です、うん、えー、で、まあ、これ買った時に動画でも紹介してるんだけど、うん、そうそう買った時は言ってたね、僕がトレーニングの靴としてこだわる分としては、うん、このソールが、まあ、平べったくて薄いこと、うん、コンバース使ってる人多いもんね、あ、コンバースのハイカットとか使ってる人割といる、うん、あと結構ねフットサルの靴がいいっていうこと、あ、そうなんだ、うん、結構聞くので、あとはレスリングシューズとか、うんうん、ってことでカンフーシューズみたいな人たち見たよ、あ、それもいいとは思うけどね、うんうん、ただあのちょっと横に足を滑らした時に靴とこうずれる感覚があるとちょっとやりにくいかもしれないので、うんうんうん、ってことで、まあ、僕は今回ハイカットを買ってみたんですけど、うんうん、まあ、これもあの結構足と靴を固定しやすいかなと思うんですけど、うんうん、まあそこがやっぱり一番僕の中では重要かなと思っていて、うん、まあコンバースとこのバンズの靴とはすごい似てるので、うんうん、まあ、2択で、ね、迷ったんだけどこの柄でかわいいこっちを選びました、ね、かわいいよね、で僕あの普通の靴はサイズが 25.5 か26なんですけど、これは27にしてあって、うん、ちょっと大きめなんですね、わざと、そうわざと、でその理由は、うんうん、この底の面積が大きいおかげで、うん、このね足の微調整が靴の中でできる、うんうん、そこに余裕があると足を中でずらしてもそっちの方がいいの、いいっていうか僕はその方がやりやすいかな、例えばこうスクワットで下がった時に足をちょっとずらした方がやりやすい時とかってめちゃくちゃ繊細な話だよねあるのね、そのちょっとのずれをぴったりの靴よりも靴そう少し大きい方がやりやすいかなと思って大きめを買いました。でもそれはね本当すごい良かったなと思って。良かった、うん、こう歩いたり走ったりするわけじゃないから、まあ、そっか、そうそう、うん、いかに、ね、地面にこう近い感覚で踏めるか、うん、あとその微調整がやりやすいかっていうところで、うん、まあ、すごいトレーニングがやりやすい靴だなと思ってます。はい、はい、というわけで靴の紹介でした。そうそうそう、はい、はい、という感じでトレーニング前の準備とあとトレーニングシューズをね、うん、させていただきました。はい、はい、また何かリクエストがありましたら、うん、あのコメント欄にね書いていただければ、動画で見させていただきたいと思いますので、はい、はい、またよろしくお願いします。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。